では続きを、はい、はい、やりましょう。よろしくお願いします。お願いします。一応説明すると、前回の動画でツヤツヤストレート、ネオメテオストレートやらせてもらったお嬢様のお母様です、はい、よろしくお願いします。お願いします。どうしましょうかね。もう私は全然ツヤがないのと、うん、ネイリがすごくて、うん、身生かしきれてない癖なんですけど、全部なるほど生かせてないこと、それと、まあ、頭頂部っていうんですか、うん、もうだいぶ薄くなってきてることと、うん、生え際のこう白髪とか、うん、それは気になってます。なるほど、はい、ツヤを出すのはストレートなんですけれど、うん、はい、そうですね、ストレートするとペタってしちゃいそうな気がするんですよね。なんでこっちの癖はどれぐらいだろうな。何にもしてないんですよ、自然に。このいいですね。でパッドもレイヤースタイル素敵なんで、はい、このレイヤースタイルをちょっとどうしていこうかな、一回見てみましょう、はい、で少し一回シャンプーして、はい、させてもらって、はい、何かしらやる方法はあるかなと思うんでですね。じゃあちょっと後ろ見てもらって、うん、いい感じのレイヤーカットですね。なんでちょっと下の方が隙がしっかりと入ってるんで、どうしようかなっていうのと、あとはツヤはありますね。でもうねりによる乱反射でしょうね、うん、そうですね、ツヤ感はこうすると出てくるんだけど、やっぱりこううねりが出てくるんで、果たしてじゃあこれをストレートしちゃっていいものかどうかっていうのをちょっと一回シャンプーして炙り出していきましょう。はい、プレシャンの 10.5 チェンジリンス、プレボージュンさせていきましょう。お願いします。よし、はい、ということでプレシャンとプレボージュが終わりました。いい癖ですね。はい、よく言われますね。こんな感じ。あ、ちなみにモデルさん、少しここに膨らみがあるということで、ここですね、ボコッとちょっとしてます。でこれに応じたカットっていうのもしていこうかなと思います。結ぶ時とかね、ちょっとあるとあれですよね、はい、だからあんま短くはしない方がいいかなとは思うんですけど、このすべてのお悩みを叶えるには、あ、でもパーマ、これいい、パーマじゃない、癖ですね、いいですね、すごくいいです。この根元からうねりがあるんじゃなくて、中間から強くなる癖っていうのはもうほぼパーマと同じなんで、これはちょっと活かしたいなと思いつつ、レイヤーの位置がちょっと低い、ここですね、このレイヤーの位置、あ、トップはでも高いんですね。トップは高い。ここ。ここは短い。短くはないか、でも。ある程度低くて、ここら辺に、ね、ビフォアの画像を見てもらうと、戻って見てもらうと分かるんですけど、ここら辺で暴れてる感じなんで、このレイヤー自体を気持ち高く持ってって、あとは毛先も少し、今、隙がしっかりしてるんで、ちょっと切って、前上がりのレイヤースタイルのを切って、で、今んとこの予想だと、このままカールを生かした方がいいんで、表面ストレート。はい。パターン。だった。なんなのそれ。予想。なんなのその顔、ムカつく。どうせ長と表面ストレートすんだろうってやる。表面スとか、表面スとデジかと思ったんですよ。うん、デジはいらなそうで。でもカールがあるから、イエーイ。なんだ、うるさ。前髪がすごいちょっと癖が、はい、了解です。ちょっと一回ベースカットしたら全体的に乾かして癖がどんぐらい出るかっていうのを少し見ましょう。ということでレイヤーカットいきたいかなと思います。さあ後ろに更新ちょっとチラチラ見ちゃう。チラチラ営業中ずっと見てますじゃあそんな感じでいいですかね、はい、長さ少し詰めてレイヤーをきれいにしていきましょう。はい、お願いします、はい、ということで殿下の方と下からレイヤーいきましょう。よいしょ。トップのこのレイヤーの位置はちょっと上げつつ、下はしっかりとですね。はい。結構基礎的なレイヤーにはなるんですけど、本当に再現性高いというか、家でやりやすいカットになるんで、覚えておくと予算はいいかなと思います。はい、ちょっとグッと下を見てください。失礼します。まずレングス、細くなっちゃってるんで、ブラントで切っちゃいますね。だいたい1センチ、2センチって感じですかね。切ります。でここ膨らんでるところっていうのはちょっと優しくコーミングしてテンションかけない。テンションかけちゃうとこの膨らみに応じてグッとアウトラインに穴が開いちゃうんでテンションかけない。そのまま横行きます。で前上がりにしたいんで横の方が切るポイントは長いですね。ぐらい横は 3,4 センチちょっと切らしていただいて、顔周り毛が短くなるよ。こうです。こうやって綺麗に上がってくる感じですね。はい、左右対称です。だったわけです。そしたら、はい、センター取ったらレイヤーかといって、この長さでこうえぐるようなレイヤーを入れてしまうと多分トップが短くなりすぎちゃうんで、もうセイムレイヤーに近い形でいきましょう。今日はこうですね、ちょうど床と垂直になるぐらいのレイヤーを入れます。でここは優しく掴んで、こうです。でぴったり合わせていく。よいしょ。
で、アウトラインを切らないように、ここです。アウトラインここなんで。はい、約いきましょう。毛も細くてまとまりやすそうなんで、レイヤーは本当にきれいに切れてれば、すごい簡単にスタイリングできます。よいしょ。よいしょ。はい、こうですね。レイヤーがどんどん重なっていく感じ。そうすると、こうやって全部ワンカールでうちに入っていくんです。これを狙ってます。はい、ここからが重要です。はい、引き出して、同じく床と垂直ぐらいにしながら、切ります。そうすると、はい、ここです。ここ。ちょうど、このボンノクボの下ぐらいで、一回レイヤーが落ち着くように、ここに集めていくようなイメージでいきたいですね。取って、こう。で、この時アウトラインを切らないように下に引いて、アウトライン見極めて、上げて、こうです。そうすると、何度も言います。はい、こうです。ここに全部集まってくる。はい。こうですね。よいしょ。こうして。そしたら、トップ。トップさっき言った通り、ちょっとレイヤーがしっかりと入ってたんで、ここ。ここですね。あんまり切るとこないですね。ここセームレイヤー、頭のトップの丸みに合わせて細かく細かく取っていってあげることが大事ですね。確かにこうやって今コーミングしてても表面の毛の方がやっぱザラつきが感じることが多いんで、これはね、綺麗にしていってあげたいなと思います。はい。こんぐらい細かく、細かく取って、こうです。レイヤーの位置をしっかりと合わせていく。こうして、ここら辺はテンションを緩めて、優しく。失礼します。でしょ。そしたらサイドですね。サイドは、前上がりに切ってるんで、アウトライン自体が短くなってくると、ちょうど後ろのレイヤーの位置合います。だから床と垂直ぐらいでガイドのまま切っていけばいいですね。で、顔周りはもう0度ですね。0度に持ってきて、で、フェイスラインとほぼ同ぐらいか、ちょっと長さ残しておいた方が安心なんで、少し同等よりもちょっとグラっぽく。セイムレイヤー。はい、そのままゼロと。はい、こんな感じです。そうですね。レイヤーが全部重なってきました。はい、約一緒です。そのままゼロと。ちょうど真正面のあたりを出してほしいんですけど、こうですね。レイヤーをすることによって顔周りにこういう短い毛が出てきます。これはね、顔を小さく見せる効果もあったりとか、あとは癖を収める効果があるんで、おすすめです。はい。ということで、全体切り終わりました。あ、ごめんなさい。最後トップの角だけチェックですね。はい。はい。そしたら、一回癖とそのザラつきを見たいんで、ハンドブローします。ハンドブローでどこまでまとまるかっていうのと、あとはせっかくこうやってレイヤーが入ってるんで、ねじりながら乾かす。要はデジタルパーマと同じような乾かし方ですね。ある程度乾いたら、ねじってカールをまとめてってあげる形でいきましょう。はい。乾かします。毛は8点ですね。うわ、熱そう。熱いですよ。で、ね、して乾かします。はい。手で乾かしただけです。で、ねじって乾かしたんで、ここら辺が動きが出てる状態。もちろんもっともっとはちょっと半乾きなんで、しっかり乾かした方が泡出るんですけど、で、レイヤーの位置がここで全部収まった状態ですね。で、顔周りもこう、レイヤーが入ってるんで、少し後ろに向かって流れっていうのができて、さらにここら辺が広がってくると、石型スタイルっていうのができるんじゃないかなと思います。ということで、もうこの時点でかなりいいんですけど、そうですね。気になっていた表面のストレートっていうのをやりましょう。表面を、あんまりやりすぎると本当にペタンってしてしまうんで、ここまでですね。ここまで。ここはもう残しちゃいましょう。ほんと、表面がツヤが出ればいいっていうもんで、ここだけやります。で、前髪、ここら辺もやっぱ癖気になります。はい、じゃあ前髪もかけちゃいましょうね。あとはここら辺までですかね。OK です。なんで、ちょっとフロント側はしっかりとやっていきましょう。ほい。じゃあ準備します。ということで今日は表面ストレートします。で、まず使うのは、表面、まあ、それこそ先週見ていただいたお嬢さんの髪質とは違って、やっぱり細いし、グレーカラーされて
てるということで、pH は落としたい。髪の等電点以下での縮毛矯正にしたいんで、酸性の縮毛矯正でいきます。はい。ネオメテオクリーム 7.0、pH 7のクリームですね。に、インクラインを 20% 入れます。1対 20%。で、表面のストレートの薬剤を作って、で、表面やってる時間で、できれば下もちょっとトリートメントとかしておきたいんで、アルカリ酸熱。ネオメテオを使ったアルカリ酸熱いきます。まあ、トリートメントですね。癖は伸びません。酸熱トリートメントなんで。ただ、グリオキシル酸とグリ誘導体、レブニ酸の働きで、水分量が飛躍的にアップするんで、ツヤ感っていうのが出すことができます。ということで、使うもの。はい。超ベーシックなアルカリ酸熱でいきます。はい。ネオメテオクリーム10.5 対1に対して、ネオメテオのアルカリブースト1。これで、しっかりとしたアルカリ性のクリームを作ります。10.5 だけだと、どうしてもアルギン主体で弱いんで、この炭酸グアニジンが入っているアルカリブーストで、しっかりとアルカリ度をキープした状態のクリームを作って、そこにグリーを入れていきます。はい。メテオの GL と、あとはメテオのマテリアルですね。こちら、2つがグリオキシル酸なんで、これを 10% と 20%。1対1対 10%、20% で入れます。で、コネクターワンプッシュ入れてます。はい。ということで、まずブロッキングします。で、前髪もストレートご希望ということなんで、ここら辺までですかね。この前に下がっていくような感じで、ここですね。はい、ここまでを矯正します。で、酸熱トリートメントって、それ単体だとどうしても作用しなくて、処理剤をがっつり入れます。処理剤をがっつり入れたところに、酸熱トリートメントが加わることによって、よりそれが出ていかなくなる。そういう理論なんで、まず処理剤いきます。で、いつも通りですね、テオコネクター5倍希釈とアクアをまずつけます。結構しっかり縫い付けちゃっていいです。本来であればウェット状態から塗った方がいいんですけど、まあ今日はね、癖見たりするためにドライしちゃってるんで、しっかりとつけます。で、どっちかっていうと今日はストレート仕上げにするつもりはないんで、毎回、本当はね、200度以上のアイロンを入れて、アルカリ酸熱、酸熱トリートメントっていうのは完成するんですけど、そこまでの効果を求めるというよりは、ただただ手触りが良くなればいいなと思うんで、今日はこの感じでいきましょう。アクアですね。で、ネオメテオクリームの縮毛矯正もそうなんですけど、塗布する直前に混ぜてください。どん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 アルカリ度が落ちていってしまうし、不安定な薬剤ですので、直前に混ぜる。こちらですね。こんな感じ。ちょっと泡立ちます。塗り方は簡単、トリートメント塗りですね。根元つけないぐらい、ギリギリぐらいで、さささっと塗ります。で、さささっと塗って、もうただそれでラップで厳重に。上の薬剤と混ざるのは絶対ダメなんで、しっかりとやります。ささっと全体枠囲ったら、取って、こうですね。はい。塗り終わったんで、厳重にラップをします。上の薬と絶対つかないように。はい。こちら、シングルピンですね。はい。そしたら、はい。7.0 のインクライン 20% でいきます。さすがにハケは変えましょう。で、全還元ですね。毛先まで全還元させるんで、一発で塗っちゃいますね。塗布漏れがないようにと、塗布量のムラがないようにですね。この表面が綺麗になるだけでも、だいぶ変わってくるんで。で、まず仮塗りですね。で、薬剤的には、pH 5.5 以下、5未満の、薬剤になるので、軟化はしません。軟化はしないんで、もう本当にタイムで流しちゃいます。なんで、15分ですね。アルカリ酸熱も基本15分をベースとしてるんで、15分流しでいこうかなと思います。はい。じゃあまあ、これでもう塗るだけなんで、塗り終わったら、しっかり流します。で、流してヘマチンでチェンジリンスして、そのままシャンプーですね。ノットシャンプー。インフォーム入りですね。2ミリのノットシャンプーして、で、流して、7.0 チェンジリンスして、流して、ドロップチェンジリンスで上げてきてもらいましょう。これ流す前に一回表面の部分はインフォームつけてコーミングします。はい。お待ちください。はい、すいません。15分経過です。はい、こんな感じ。コーミングしたら、まあもうわかんないんで、時間でいっちゃいますね。もう、だいたいこういう髪質には 7.0 のインクライン 20% だったら15分とか決めとくといいですね。物差しがあると。酸性は特に。アルカリ性だったら、例えば 10.5 を使った矯正とかだったら、こうやってコーミングで見たりもできるんですけど、まあコーミングである程度は見れるんで、ただ今日みたいにちょっとチリチリしたようなあの癖っていうのはちょっと見づらいんで、ちょっと時間を頼りにしてください。はい、ということで、インフォーム全体に矯正の部分ですね。
つけてフォーミングしたら流します。でラップをしたまま流してください。このラップをしたまま流して上がしっかり流れ切った後に全体を流すっていう形でいきましょう。はい、インフォームつけることによって水分ですね、水分を補給するのと浸透を促進するのと毛髪強化するの、それが全て一度に行えます。はい、じゃあ流してお願いします。さあお疲れ様でした。はい、じゃあそんな感じで中間水栓が終わって、はい、もうバッチリですね。フォーミングした時にトゥルンとしてます。でちなみにこれ、全体ブローします。下の方のアルカリ酸熱も熱を効かしたいんでしっかりブローしちゃいます。でもう強制だからドライコントロールで水分残してもいいんですけど、そういう癖じゃなくてむしろアイロンの熱は若干緩くていいんですね。緩くていいんでしっかりとブローさせちゃった方がいいかなと思います。その方が毛髪のいいと思います。ということでいつも通りの中間処理、メテオコネクター5倍とアクアですね、全体につけてノットミスとリンコイルつけてブローします。はい、沸かします。さあ乾かしブロー終わりました。もうこの段階でだいぶ綺麗なのは分かるかなと思います。で下もここですね、アルカリ酸熱のトリートメントが効いてるんで、むしろこっちの方がツヤが今あると思います。トリートメントなんでこっちは強制なんで、この後アイロンします。で A 段に関しては分厚いスライスでもう内巻きでいいです。分厚くもう2パネル3パネルぐらいでいいかな。でここから上はツインブラシでゆっくり強制の熱置きですね。アルカリ酸熱の熱置きと強制の熱置きはちょっと使い方分けてください。はい、でも球界の裏何があるか分かんないですからね。野球は、はい、普通に下からいっていいの？下からいっちゃって大丈夫です。下かなり分厚くていいです。あの本当にメテオのつ入れぐらいで、下はゆっくり、うん、生まれも兵庫ってことですか？そうですね、はい、やっぱり皆さん阪神ファンですか？そんなことないんですよ。そんなことないんです、うん、そうなんですよ、言われますけどね、よく言われます。ちなみにどちらが？うち主人が巨人ファンなので。そうそう、あなたさんじゃないですか？いや、いいお酒が一緒に飲めそう。本当ですか？そう、巨人ファンで、ね、何度か来ました。行きました、うん、ドームもね、普通に来てから行きましたし、うんうん、あ、行きました。ドーム素晴らしいですよね。綺麗、あんな涼しいとこで野球飲みな、野球見ながらビール飲めるなんてもう最高ですよ。甲子園は甲子園の良さがありましたけどね。そうですね、うん、雰囲気がね。そう、でもこっちに住まれてるって感じですかね？そうです、うん、私は2020年からで4年、3年目ですかね。2020年お仕事で？そうなんです、仕事で単身赴任でこっちに来ました。すごいですね。珍しいですね。なかなか女性が単身赴任するパターンなかなか珍しいですね。今あの娘が近くにいるのでね、はい、楽しんでます。確かにでもずっとコロナだったんで、うんうんうん、本当の東京はなんか見てないかもしれない。あ、なるほど。今すごいですよね、人が多くて。ましたね、うん、東京お住まいは銀座近いですか？近いです、近いです。飯田橋、めっちゃいい、ど真ん中じゃないですか、東京の、うん、そうなんです、社宅ですけどねでもいいですね意味ですね。東京ど真ん中じゃないですか？そうなんですよ、うん、でもなかなかそのいい美容室に巡らえないですね。あ、本当ですか？ね、いろいろ東京はもう美容院だらけですからね、うん、あ、そうなんですか。もうすごい数あります。うん、初めてのとこってなんかね、でも緊張するしいや、そうですよね。そうなんですよ。わかります。緊張するんですか？僕わかります初めての美容院、初めての美容院は緊張するよ、それここ数年行ってないけど緊張するんです。緊張しちゃう、恋愛の美容院とか。そうですか？学生の頃とかどうなるんだろうみたいな。すごい緊張したの。駅ビルに入ってた美容院。あ、そうなんですね、うん、しかもすごいのは3月に僕福岡の久留米でセミナーしたんですよ。はい、ああ、その時の美容師さんがいた。すごい、すごくないですか？すごい。なんかいましたね、なんか昔長さんカットしたことありますみたいな、って言われて、どういうことだって混乱するじゃないですか、はいはい、混乱してたら小岩の駅ビルに入ってた美容院に勤めてたって言って、はい、わーっつって、まだだって学生ってことでしたね。そう、学生が長藤少年をカットした人が長藤先生のセミナーにやってくる、すごい話だよね。ことはあるんですか？なりました、びっくりしました。美容師さんって覚えてるもんなんですね、そのカットした人っていう。あ、でもお客さんのこと結構覚えてますね。僕より岩崎も覚えてますね。岩崎の記憶力ちょっとおかしいんでだいぶ結構すぐ覚えちゃう、人の顔と名前は。すごい、それ特技すごいですね。でも長さんセミナーとか覚えられないです。僕がセミナーで喋ってる内容は一切覚えてない。受講生に質問されてもな、ちょっと長さん聞いてくださいって分かる範囲と分かんない範囲でやるんですが、あんまりこう詳しくケミカルの話とかされちゃうと、ちょっとあちらの方に聞いてください。長さんでも繊細ですよね、すごい繊細な人
繊細ですか。繊細だと思いました。本当ですか。うん、経験かもしれないですけど。いやでも、A 型なんで。ああ。関係あるかとか。何型ですか。わかんないんです、まだ。あ、そうなんですか。血液型がわからないって結構、どういうこと次の人間ドックで一緒に入れるんで、うん。血液型を調べてくれって。はい、あとまた長さにつけとくんでよろしく。おい、やめろ。やめろ、自分で払え。稼いでんだろ。いやいや。やっぱ、福利厚生です。またつけとくんで、よろしくお願いします。なんで人間ドックを会社で持ってるわけですよ、うん、はいはいはい、オプション自分でよくないですか普通そうですよね、まあ、そこそこだって人間ドックが高いんですよ、うん、もちろんあの美容師組合の補助はちょっとあるんですけど、はい、まあまあ値段するしますよ、うんうんうん、なんでオプション俺が払わなきゃいけないのびっくりしましたよ、あれもこれもそうそうそう、お会計こちらですそれでえっつってあいつの分入ってますねつって違う、それ私悪くないんですよ、ただ受付の方が多分忘れて、うん、多分長さを受付した人と私を受付した人がきっと違って、うん、まあちょっと伝え漏れかなんかあったんですよ、ね、長さは後から来るあの社員の子のやつ、オプションは自分で払わせてくださいって言ったんですよ、はい、で私は受付の人に、はい、あじゃあこのオプションとこのオプションお願いします、もちろん最初払う気で言ったんですよ、はい、言ったけど何も言われずまま通されて、はい、あれみたいな、でその時に受付の人にお会計オプション入ってからしようと思ったら、なんかお会計は先ほど来られた長さんがされるそうなのでって言われて、あーじゃあオプションは最後に払うのかなとか思ってたら私なちょっとその時に何でしたっけあれカメラじゃないやつ、バリウム、バリウムもやる予定だったんですけど、うん、ちょっとタイミング合わなくてやらなかったの、終わりが早かったんですよ、はい、長さんよりも全然 1,2 時間ぐらい早く終わって、うんうんうん、帰ろうと思ったらその普通に返されたから、あれ私お金とか思いながらまあいいやって僕はあの胃カメラだから、ま、麻酔ちょっと眠くなるやつ、はいはいはい、であれ起きてぼやっとした中でお会計こちらですよってこたけえなと思いつつで、まあ、でもぼやっとしてからね普通に、はい、なんとなく日本橋の街を歩きながらこうやって見たら、はい、あれオレイオレイ次の日言われました、あ、長さんとこに入ってたんですか私なんか全然請求されないからなんかまあいいやと思って帰ったんですよ、あーすよ一回でこう今さら請求できないです、うん、払いましょうってちゃんと言いましたよ、払いましょうかでもこう一回味を占めてしまうと、うるさいわ、2回目ってちょっと払いたくないじゃないですか今回もちょっと味を占めた、ふざけんな多分長さん胃カメラで、どうせ私は胃カメラにしてくれないから、女性の胃カメラがめっちゃ予約取れないんですよ、あ、そうなんですか、なんか、なんでだか個室だから、だから多分私はどうせバリウムになる、いいじゃんバリウム得意じゃん、なんと何のこと言ってんすか、何ですか得意って一回しかやったことないの得意って何ですか、なんでどうせ麻酔でスヤスヤ寝てるんで先に帰ってつけといてもらおうとよろしくお願いします、人間ドック大事ですからね、人間ドック大事ですね、じゃあこのままからいきますね、はい、はい、だいぶ先ほどです、全然全然いい感じですよ、はい、今まで諦めてましたか本当に9回の裏ですねえ、勝地くんも出たし勝地くん、あー清原、ね、清原さんの、うん、はい、そんな感じで、はい、もう強制バッチリ、アルカリ酸熱バッチリです、はい、なんでカラーしちゃいます、カラーリタッチですね、伊藤のカラーでツヤのあるグレーカラーっていうのいきます、はい、12シルバー 2GB グリーン3110%です、もう一番スタンダードなやつですね、これでいきましょう、で天才糖大さじ2杯ぐらいで、あとメテオ GL カラーするだけでまたさらに酸熱の効果が出せるっていうメテオ GL を 10%送料の、でメテオコネクタワンプッシュとインフォームがワンプッシュ入ってます、はい、行きましょう、出てきますね、はい、お願いします、さあ私の視線の先に笑顔の高校生が見えます、うん、はい、慶応優勝しましたね、ね、おめでとうございますおめでとうございます、いやー夏が終わりますねこれで、ね、はい、甲子園が終わるとあ夏終わったなって感じになりますよね、面白かったです、さすがありがとうございます、面白いもん教えてくれていやいや、まだまだそんなめちゃめちゃハマっ、あー泣いてるハマっとるやん泣いてる、泣かないでハマっとるやん、あ泣かないで、面白かったですでも俺は俺は大丈夫です行こうとは思わないですけど、さすがにあっちいんで、うん、まあ、また痛いなって感じで、来年ですか、毎年見たいんだよ絶対、毎年ドラマがあるからね、うん、砂集めるか、可愛い、最近集めないんですよね、あ集めてますよ、集めてました、うん、毎回砂集めてるの見て可愛い、可愛い可愛い、頑張れよ、もう香料とか花巻東は集めないっていう、うん、あ近いからですか、近いからじゃない、近いからじゃない遠い花巻東遠いわ、お前の地理感どうなの香料近くなかったね、香料は隣だね、ほら隣でいいのか、隣か、香料近いですよ、2個隣か、ほら近いじゃあ俺らは来年も来るからという意思の表れ、ね、いらないよっていう、そう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 、
でも彼らはこれで終わりの子もいるのに。そうなんだよね。これで終わりの子も、もしかしたら次取れないかもしれない。いや、しょうがないよ。こればっかりは。3年間で終わってしまうというね、学生生活が。そのリミットが涙を呼びますよね。甲子園見てると、うん、私部活全くやってないんで、こういう青春したかったなって気持ちになりました。遅っ。なんかいいな、青春と。私こんななんか大会に勝って負けて泣いてとかないですもん。で、仲間と助け合いみたいなやったことないから、なんかいいなって。だからそんなひねくれてんの。え、危ない。ひねくれてないじゃないですか。ちゃんと甲子園を目指す俺のとっておきの漫画リストを送るね。あ、大丈夫です。いや、大丈夫。大丈夫です。漫画ちょっとしんどい。タッチより H2 派だよ俺。何ですか、同じ作者ですか。同じ作者、足立みつる先生。タッチ、はい、どうなんですか。うん、稲見とかいう女は。早くね、心変わり。心変わり。漫画にイチャモンつけるのもあれかと思うんですけど。あれ、どっちがなくなっちゃうんでしたっけ。兄、名前和也ですか。和也かな。和也がちょっとなくなっちゃって、達也が代わりにこう甲子園を目指すみたいな感じですよね。うん、あれ、なんかお客さんこの前聞きました。よく来たら1年も経ってないみたいな。早い早い、心変わりが。やめろお前、漫画批判は。南早いよ。みんながみんな大好きな漫画なんだ。だって南早いよ。なりません。まだ私1年だったら傷言えないですよ。好きな人が死んじゃった場合の。いや、あとね、ラストイニングってやつが面白いんで。なんかそれこの前も言ってましたね。ラストイニング面白いんですよ。すごい。よし。この会話が面白い。二人の。よし、じゃあこれで時間を置きますね。はい、お待ちください。はい、はい、塗り終わりました。で、毛先は2剤2液つけるんですけど、今回はグレーカラーなんで、ちょっと時間をしっかりと置いてからいきたいかなと思いますんで、10分後、セカンドローションにデオ GL20% 配合を毛先につけていきます。はい、お待ちください。はい、10分経過したんで、はい、2液ですね、セカンドローション、はい、のオキシをつけます。で、全体、下のアルカリ酸熱の部分についちゃってもいいんで、バーっとつけちゃいますね。もうスポイト塗布なんで、さささっと。そしたらこう。優しく。そしたらあと5分で流しなんですけど、よく乳化してもらって、しっかり乳化ですね、しっかり乳化してもらって、ヘマチンとヘマヘマのジャックエッジ、リフォーム入りのノットシャンプー、メテオコネクター原液をしっかりと揉み込んでもらって、 7.0 と 4.5 のチェンジリンスクリームですね。で、アルミのコアミで最後ツヤツヤにしてきてもらいましょう。よいしょ。はい、5分お待ちください。はい、失礼します。お疲れ様です。ノットのミストとピンクのオイルつけて乾かしますね。いつもの通常時だったらねじって乾かせば、なんとなくレイヤースタイルっていうのが出てくるんですね。この跳ねる感じとか内に入る感じとか、乾かしたらこう根元ギュッとちょっとテンションかかった状態でねじって乾かすといいです。ただ今日はせっかくなんで一回ブローして、でさらにドライカットまだ終わってないんでしていきたいと思います。ブローします。はい、ということで、すごい変わりました。バッチリじゃないですか。うん、色も綺麗な感じ。別人ご主人とお嬢さんが勢ぞろいしいい感じです。ちょっとドライカットしますね。はい、ちょっと後ろ一回映してください。はい、こういう形のレイヤースタイルですね。上の丸さはそのまま残して、で下はもうすきません。前回のカットで多分結構しっかりついてあると思うんで、今日切った中段部ですね、この中段部がもう少し軽くてもいいかなと思うんでいきます。で、こっから下癖は取れてないんですけど、アルカリ酸熱のトリートメントですんごいツヤが出てると思います。なんでちょっとここら辺も良くて、で表面ですね、ここ蓄毛矯正したとこですね、もうすごい弾力もありつつ、しかも酸性液 pH 5.5 以下の酸性蓄毛矯正してるんで、弾力はかなり残ってます。はい、ということで中段部のドライカットいきましょう。で、基本的にはあんますかなくてもいいんですけど、この襟足のあたり、先ほど言ったこの結構すいてあるところとバランスが悪いんで、ここにちょっとグラデーションでなじましていくために少しドライカット入れます。かわいい、めっちゃかわいい。かわいい。はい、失礼します。はい、こんな感じで、はい、そうすると馴染みますね。この毛流れ、この下のところに対してこの上がちょっと厚みあるんだけど少し乗っかってくる形、これがいいかなと思います。ここも中段部を取ります。よいしょ、こうですね。まあ、柔らかいレイヤースタイルで一番いいと思います。こうですね、この表面もいい感じじゃないですかね。で、顔周りも結構切ってるんで、ちょっともうあんま根元からいかない、毛先だけ少し顔にかぶる毛っていうののブラントが少し残ってないようにしましょう。ただあんま取りすぎないように本当に優しく取っていく感じですね。こうして
はい、そうです。はい、OK です。さらに1週間もすればトップのボリュームがもっと出てくると思うんで、ここもお伝えしてください。で、前髪をちょっと少し切る感じですね。もう癖が取れてるんで、もう暴れたりすることはないと思います。じゃあ、これぐらいですかね。はい、OK。そしたらちょっとカールアイロンでスタイリングします。ちょっと一回手飛ばします。せっかくレイヤー入ってるんでワンカールしたいんですけど、表面だけはちょっとストレートの脱水をしたいんで少しだけアイロン入れます。で、前髪もですね、ツヤ感が出しやすいと思います。よいしょ。で、根元攻めすぎるとボリュームがなくなるんで、ちょっと根元開けながらって感じですかね。そしたら、まあ、カットラインよく見たいんでワンカールでいきましょう。普段はもう癖生かしちゃってください。ワンカール挟んで毛先曲げたら終わり。そうです。全然大丈夫ですよ、声入っても赤ちゃんがいるということはみんな知ってると思う。よし、オッケー。変わりましたね。はい、はい、もうずっと悩みあった前髪が一発で決まりました。一発で決まりました。はい、すごい。ちょっとオイル伝えたい。はい、なんで束感出したいんでアローディアデイズオイルですね。よし、あんまりつけないように少量めっちゃ伸ばす感じです。はい、うん、ちょっと一回取ってみましょう。すごい、おお。ギャラリーが。お嬢さんもあれですね、多分ちょっとこの暑い中少し歩いても崩れてない。全然崩れない。いい感じ、バッチリです。すごい、全然違います。バッチリですね。うん、諦めてましたけどツヤも出ましたし。ツヤはもう余裕なんですよ。ねえ、ツヤが一番余裕。すごい、いや、もうツヤは出ないと年齢的に無理かなと思ってた。髪はね、いくらでも綺麗なツヤは出ます。嬉しいです。この髪質って何に気をつけたらいいんですか？あ、気をつけるのは、まあでもホームケアも一通り全部やった方がいいです。やっぱりグレーカラーしてる、うん、細い、はい、やっぱり若干のエイジングになりがちなんで、はい、あの全てやった方がいいです。まあ簡単に言うと、アフターカラーフォーム濡らします。アフターカラーフォームをプッシュつけます。はい、流さずにシャンプー、ノットシャンプーにインフォームにプッシュして混ぜます。でシャンプーします。流してエテオコネクタの電気をワンプッシュずつつけます。でその上からノットのトリートメントつけて流す。でミストつけて乾かす。そこまで。わかりました。はい、一通り全部 やればやるほど吸ってくれるというか、がっつり綺麗になってくれる髪質なんで。まだなんかちょっと復活できるかなと思って嬉しくなります。髪の毛はもういくらでも蘇りますよ。ね、はい、ありがとうございます。はい、レイヤースタイル。はい、あ、もう落ち着きました。ありがとうございます。こんな感じですね。バッチリです。はい。まあカットしてはそこまで変えてないんですけど、ちょっとここにくびれを作ったようなスタイルですね。で表面のこのいい感じのレイヤーっていうの綺麗になって丸さが。出たかなと思います。お疲れ様です。ちょっと後ろから見たいですね、レイヤースタイルなんで。はい、レイヤースタイルですね。下からレイヤー入れることによってボリュームポイントっていうのを1箇所に持ってくることができるんで、こうやって頭の丸さ、ボリューム感ですね、後頭部のボリュームを作りつつ襟足を引き締めることができる。これが今日切ったレイヤーで、トップですね、今ちょっとオイルついちゃってるんですけど、もう蘇ったツヤですね。もう手触りも全然違うし、はい、これはもうかなりメテオストレートなんで長持ちすると思います。で下の方のツヤ感っていうのはこれですね、アルカリ酸熱があるツヤなんで、すごいこれもツヤツヤです。ただ癖を取る効果はアルカリ酸熱にはないんで、もうしっかりとね、自分自身のいいカールっていうのを活かしてもらいたいなと思います。はい、以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お待たせしました。ありがとうございます。じゃあお二人で、はい、今日はお二人ともありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。大満足です。かわいい。はい、以上になります。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、本当に信じられへん。朝とすごくないですか。別人になりました。別人になりました。本当に合いますか。そうですね、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、OK です。今日は巨人戦巨人戦見ますか。なんでも巨人ファンとか見た目だよ。グリフィンが
鉄板で菅野ひくり上がってる。楽しみ。美味しいお酒を飲みながら。最近ちょっと菅野弱いから。そうですね。いおりと東郷に任せて最近。すいません、長時間ありがとうございました。あ、すいません、なんかいっぱいお荷物です。はい。ありがとうございます。あ、どうぞ。大丈夫です。大丈夫です。はい。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、バッチリでしたね。さあ、どうですか、最近何かありますか。強制した。はい、何気にと、顔周りを、あ、寝を寝てよで強制した。何、気持ち悪い。いや、すごいですね、これ、うん。やって思いましたけど、あ、すげーってなりました。今更ながら今更だ本当ですよ。まあどんな感じでね、はい、ネオメテオっていうのはバシッと決まりますんで、はい、セミナーは次はどこですか。その前にヘアキャンプですね。ヘアキャンプ千葉広島で、その後これはいけないですけど、水木のセミナー前橋。あ、じゃあそれあるんだったら今月名古屋がありますよ、ね、あ、名古屋も行くの。水木ちゃん、いや、あなた忙しいね。えその話も3回ぐらいしてますけどね。おい、甲子園終わったんで秋になりました。お前も食べれる。うるせえ。じゃあバイバイ。